群馬県のニュースをお伝えします。 SDGs 未来都市に伊勢崎と緑市が追加されました。内閣府は21日持続可能な開発目標 SDGs の理念に沿ってまちづくりを進める SDGs 未来都市に伊勢崎、緑両市を含む全国24の自治体を追加選定しました。県内では水上町、県、桐生市に続く選定で県内の未来都市は5つとなっています。伊勢崎市の取り組みは県内で初めて国から最大2000万円の財政支援を得られるモデル事業に認定されました。市は県内最多の1万5000人超えの外国人住民とともに多文化共生のまちづくりを目指すことを提案。国からの補助金を受け日本語教室を拡充し外国人が働く企業での開催も計画しています。一方、緑市は食品ロスゼロやプラスチックごみゼロなど5つのゼロを宣言し官民による実現を目指すことを掲げました。春季関東高校野球大会、県大高崎はベスト4を逃しました。高校野球の第76回春季関東地区大会は21日前橋の敷島球場で準々決勝残り2試合を行いました。連覇を狙った群馬県1位の県大高崎は茨城の常総学院と対決し5対6で敗れベスト4入りを逃しました。県大高崎はダブルエースの石垣選手と佐藤選手が選抜大会優勝後初めて公式戦に登板。しかし先発石垣選手が相手打線につかまり5回までに6失点、6回から継投した佐藤選手は1安打無失点に抑えました。攻撃は5点を5回に犠牲フライと2点タイムリーなどで3点を返し6回にもタイムリーで1点差に迫りました。しかしあと1本が出ず追いつけませんでした。手足口病、県が警報を発令しました。乳幼児に多い夏風邪として知られる手足口病が増えているとして県は21日2年ぶりとなる警報を発令しました。5月の発令は過去10年間で最も早いということです。県によりますと定点医療機関の13から19日1週間に報告された患者数は 6.67 人と国の警報基準値5人を上回りました。前の週に比べ 2.24 倍と急増しています。保健所別に見ますと富岡の 25.5 人が最も多く、次に伊勢崎が13人、高崎が 10.4 人と続いています。玉村町の小学校男性教諭が今年3月都内の駅のホームで女性のスカートの中を盗撮したとして懲戒免職処分を受けました。懲戒免職となったのは事件当時は県の総合教育センターに在籍し現在は玉村町の南小学校に勤める木村隆之教諭46歳です。県教育委員会によりますと教諭は今年3月下旬東京の JR 上野駅のホームで電車を待っていた成人女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮したということです。目撃した近くの男性によって確保され駅の交番に引き渡され事情聴取を受けた後その日に釈放されたということです。県教育委員会の聞き取りに対し教諭は身勝手な行動で多くの人に迷惑をかけ信頼を裏切ってしまったと話しているということです。前橋で車と建物の間に男性が挟まれ重傷となっています。21日午前11時ごろ前橋市上泉町の県自動車整備振興会第一教育センター敷地内で職員の小野沢健さん38歳が大型貨物自動車と建物の間に挟まれました。この事故により小野沢さんは病院に搬送され骨盤や肋骨折るなどの重傷を負っています。警察によると車検のために訪れていた大型貨物車が検査場を出て左折をする際車の右後部付近にいた小野沢さんにぶつかったということです。以上、県内のニュースお伝えしました。